違ったもんね。じゃどういうふうに精米するか、ね、君たちのお口に入る時のやつを見に行くからいい？はい、じゃあ行きましょう。はい、白くなる前のお米ね、君たちが今から作るやつの。これは玄米です。はい、精米する前の、精米っていうのはこの周りの皮を削って白くして食べられるようにするんだけど、うちで作ったもち米は明治神宮とか靖国神社に奉納される米で使われてます。わかる？いいところを持ってこう、すぐ取れますんで、横に並んで、あ、なるほど、黄色いところに植えていくんだ。なるほど、はい、両サイドの人が、はい、ずらしますんで、はい、ずらしたらまた、なるほど、はい、だいたい15センチくらいで。向こうから4人入った。野田教授、ゆっくり歩けよ。ブチャブチャしたらお前弾くぞ。中入れる、この辺からだ。植えるぞ。ここいいのかな。どんどんやっていこう。はい、皆さん早いからどんどん行きなさい。足が動かない。子供たちは物の見事に慣れてる。いや、子供たちは早いな。右手をもうちょっと真ん中ぐらい、もうちょい離して。そうそう、いや、腰が疲れますね。ちゃんとまっすぐにできました。感覚がつかむのが難しくて、まっすぐにやるのが難しかったです。なんか足がズブズブ入っていくところが楽しくて、こう低い姿勢を保ち続けなきゃいけないところがちょっとつらかったです。これからお米を食べるときに、こう農家の人たちに感謝をしながら食べることができそうです。大きくなっていく過程の中でね、こういった経験で、何かね、きっかけに なればそれでいいのかなと思いますけどもね。同じだけどちょっと違うよね、これね、セデメントと。ぜひ秋に根刈りはしたいな。やっぱり初めてのことってみんな夢中になるよね。ああいう夢中になるってことが今最近すごいどこでも薄れてる今時代なんで、まあ、外に遊び行くのにも、まあ、いろんなところで遊ぶ数が減ってしまった、まあ、野外活動が要はいわば減っちゃってる中でね、まあ、こういったものがね、子供が一緒にして集中できるというそういう環境がね、まあ、彼らたちが出会えるっていうのもまた一つのね、いい体験ができるんじゃないのかなと。できてる過程とかそういうのを学んでもらったり、もし収納してもらえたらなとも思ってるんですけども、まあ少しでも興味出してもらって、農業を盛り上げていきたいなとは思ってますね。まあこれが食べ物の大切さとかそういうのも、分かってくれるかなと思いますね。はい。